はい、皆さんこんにちは、ドラゴンです。今日はですね、都道府県別ベストナインの青森出身選手編でやっていきたいなと思います。まあ青森出身選手といえば、あのアップルパンチの選手とかね、いっぱいいると思うんで、はい、誰がいるか楽しみですね。あの選手は何番に入るのか、それを想像しながら見ていただきたいなと思います。はい、まず1番バッターです。1番バッターはこの人、工藤貴人選手。ポストシーズン男ですね。もう日本ハム時代からポストシーズンに相当強かったですね。ポストシーズンでこの工藤選手が打点を上げたらね、負けないっていう不敗神話があったんですよ。なんかそれこそクライマックスシリーズでね、あのホークス相手にめちゃめちゃ打ってたイメージがあって、本当に勝負強いバッターだなっていうのがありました。ちょうど世代で活躍してましたね。はい、続いて2番バッターです。木浪聖也選手を選ばせていただきました。今ね、あの売り出し中の、機械のショートストップ、青森出身ですね。もう機械の若虎ですよ、木浪聖也選手。一応ね、今のところ7月上旬で72試合に出場してて、あとね、松坂大輔投手と同じ産婦人科で生まれたらしいです。なので本当、松坂投手とは対戦が実現するといいですね。はい、来ました、アップルパンチ殿崎修太選手、弘前出身です。やっぱりね、走攻守三拍子揃った選手というところで、今年もね、あの楽天イーグルスに移籍した浅村選手をしっかり、浅村選手の穴を埋める活躍をしています。あのこの人ね、もう将来ね、トリプルスリーとか打てる選手になるんじゃないかなと思うんですよ。本当に期待の大きい選手で、どこでも守れる選手なんで、本当やばい選手ですね。はい、4番ですね、幼い高志選手、青森市出身ですね。アッパースイングから放たれる強烈な打球で、プロ野球で活躍していた広島の選手です。ね、一応キャリアハイはね、2割5分4厘19本50、本当にパワーが売りのバッターでしたね。はい、続いて5番キャッチャー細川徹選手です。やっぱりね、巧みなリードを誇る、球界屈指のキャッチャーでした。今はね、楽天を退団して、今どこで何してるか分かんないんですけど、本当あの頃のあのね、バスター打法でね、ホームラン16本と量産してた時は、あの時は西武アーリーワークでね、みんなガツガツホームランを打ってた驚異的な打線だったイメージがあって、すごかったですね、あの時はね。はい、6番バッターです。佐々木明義選手、明るい性格のムードメーカーだったそうですね。三沢市出身です。イースタンではね、ヒットを量産して打率3割盗塁王と、まあ獲得はしていたんですけど、まあ一軍の壁はね、分厚かったようで、守備代走要員を中心に、出ていましたけど、まあ定着まではならずというところでしたね。はい、続いて7番です。はい、続いて7番です。大阪屋、広木選手。大阪屋、広木選手ですね。で、一応ね、楽天イーグルスの初の青森出身新人選手だったようですね。まあ、俊足が武器で、まあ、あとは転倒 110m の強肩を持ち合わせた守備力が武器だったんですけど、まあ、打撃が課題でね、それで1軍出場ならずと、はい、2軍では出場してましたけど、1軍出場はならずという結果でした。はい、はい、続いて、柿崎幸雄選手ですね。阿部さんでね、張本勲さんと共に、登場人物として書かれていたことがあるそうですね。なんかね、僕パッと見この顔見たらなんか今楽天のオコエ選手に似てるなっていうのがありますね。はい、主に守備固めでの出場をしていたというところですね。いやー、しかしオコエ選手に似てるな。はい、9番です。小林大成選手ですね。平川市出身、読売ジャイアンツですね。もともとね、高校時代キャッチャーだったんですけど、まあピッチャーも務めたことがあるみたいで、
で、まあ、独立リーグでね活躍していたんですけど、まあ、育成選手として巨人に指名されて、まあ、その後はね司会試合家選手登録ならずと、でそれで一軍出場はならずと、いうところでした。はい、エースは、三浦正義投手です。三戸郡五戸町出身で、大英スターズで、青森県勢初のタイトル獲得選手と書いてあるんですけど、一応最多勝なんですよこの時で、29勝で、この時がねもうプロ野球歴代最多勝だったんですよね。でその1年後に稲尾和久選手に抜かれたようです。ちょっとその時の、1956年の記録した29勝14敗というものが、キャリアハイというところで残っております。はい、続いて太田浩二投手、この人有名ですよね。あの松山商業対三沢のあの有名な甲子園のアイドルでした。あの時の、投球はすごかったみたいで、僕はその時生まれてなかったんですけど、はい、伝説に語り継がれてますね。よく、白球の記憶とかで、見ますね。そのシーンは何回も流れてますね。はい、続いていきましょう。渋谷誠司選手、弘前出身、国鉄スワローズ。国鉄スワローズといえばね、あの金田正一投手で、同じサウスポーということで金田正一2世と呼ばれていました。でキャリアハイが14勝17敗防御率 3.13、 もう奪三振もね結構多い投手で、やっぱ金田正一投手2世といっても遜色ないような成績を残してましたね。で来ました、今時の投手です。種市敦樹投手です。三沢出身、2019の、春かな冬かな、千賀投手と、自主トレしてたみたいで、千賀投手がねもうこのストレートを見たら僕のストレートなんてしょぼいよって言ってたぐらい、それぐらいのピッチャーに成長しました。でね、もうキャリアハイ確定でしょ今年は。常に4勝を挙げてね、もう先発としても活躍してるんで、十分将来のエースだと言えるピッチャーです。はい、続いて藤田光輝投手、弘前出身で期待の若きサイドハンド、まあ今のところはね一軍の登板はないんですけど、一応ね高校時代に、通算奪三振率 11.65 を記録していて、まあ元々はスリークォーターですけど、2018年からサイドハンドに転向して、まあ、やっぱサイドハンドのサーンって貴重なんで、そこでやっぱ、出てくることを、期待したい投手ですね。はい、続いて、セットアッパー橋本武尊投手、この人は伝説ですね。ほんと60試合以上を 4度登板している、4度経験しているというタフネスセットアッパーです。僕はこの人は結構、活躍は覚えてますね。西武の森進一投手と、継投をして、優勝に貢献してましたね。本当にすごい左腕でしたね。はい、続いて抑えいきます。抑えは、笠井実投手、遠山昌司投手とのスペシャル系と遠山笠井スペシャルっていうの、あの時は野村監督ですね、野村克也監督が、系統として、そのスペシャルと、スペシャル系統というものをよくやってました。いや、あの時の阪神もめっちゃ強かったんですけどね、もう遠山投手とか松井秀喜投手キラーで、笠井投手もね、数々の、バッターにやがられてました。はい、以上で、都道府県別ベストナイン青森県出身の、選手の発表終わります。一応ねやっぱり友崎選手とかやっぱ青森県代表する選手はいるんですけど、ピッチャーでも種市投手とかこれから本当に期待できるピッチャーが、いたので、青森県出身の選手もこれからね本当に頑張ってほしいなと、もっとキャリアハイを伸ばしてね活躍してほしいなと思います。以上で動画の方を終了したいと思います。面白かったなと思った方はチャンネル登録、グッド評価、どしどしお待ちしてますので、コメントもお待ちしてます。よろしくお願いします。ありがとうございました。